バチョーチャーの今何です。バチェロレッテミニ感想プラスバチェメンウォッチやっていきます。バチェラージャパンシリーズ初のミニがアマプラではなく YouTube から配信されましたね。アマプラ誘導へのセールスプロモーション的な意味合いもあるかは分かりませんが、ロレッテ2終わっちゃったのでバチェオタ的には非常にありがたいタイミングでバチェ中できました。まあちょっとね短すぎましたけど、ということで、一人ずつ、感想言っていきたいと思います。まずは、リオちゃんなんですけども、もうほんとね、スタイル抜群なんですよね、リオちゃん。で、バチェラー4の時から、まあ、オタクっていうこともあって、すごいなんか親近感もあるし、大好きなメンバーの一人でもあったので、今回ね、選ばれたっていうことですごい個人的には嬉しかったんですけど、まあ、思いのほかプリンセス感があって、もうさすが、もうバチェロレッテミニとはいえバチェロレッテという感じはしたんですけれども、コスプレのリオちゃんね、ちょっと見たことあるでしょうか。皆さんすんごいスタイルいいんですよね。細いのにダイナマイトな感じだし、ほんと素晴らしくてですね。で、まあ、リオちゃんの、トークですね、トーク聞いてたら本当私頭の良さすごい感じるんですよね。どうですかね。で、まあなんかこう、小中学校時代にいる喋り方がこう頭のいい真面目なアニメ好きの子特有な感じっていうんですかねがすごいするんですよね。それでいてこの美貌とのアンバランスさがすごくいいっていう感じで、まあ彼女の良さをねすごく理解してくれるような男性が現れるといいなというふうに今回思って見ていたんですけれども、まあで、あれですよね、まあ男性経験なしということで、これね本当かな、こんな可愛いのに本当かなとかって思っちゃいますけどね。まあシンディとかとも仲いいっていうことなんでね、まあどうなんでしょう、わかんないですけど、まあ今回ね、まあ平賀さんが、最終的に、彼女のハートを勝ち取ったわけなんですけれども、すごくうまくいくといいなと思っております。で、坂東さん、あ、ロレッテミニにも出てくれたんだっていうね、もうそれだけでもこのミニを見た甲斐があるっていう感じで、もこのねおなじみのどうぞの手も見れたし、であとねもう本当に特筆すべきは、これ多分ロレッテがリオちゃんじゃなかったらこんな満面笑顔見れないですよね。もう本当リオちゃんありがとうっていう感じなんですけど、もうぜひねバチェラー20とかまでこの美貌を保って出演し続けていただきたいですね。で、坂東さんの大興行もね、ロレッテ4ではやられてた、ちょいちょいやってんのかな、シャンオジもね、まあ、出てましたけれども、彼は何でしょうね、プロデューサーっていう話もありますけれども、どうなんでしょうか。すごい偉い人オーラは漂ってますけどね、まあおいおいちょっと探っていきたいところです。はい。で、メンズ感想を純不動にやっていきます。で、まずはねノッキーもうね、このね出演者がね公開された時点で、ノッキーかよってすごい思ったんですけど、まあすごいね、ノッキーも大好きだったんで、すごい嬉しいんですけど、まあ愛称、ジェネリックヤマピーっていうね、これね、誰が考えたのかわかんないんですけどね、本当にぴったりすぎて、本当にイケメンなんですけど、こうジェネリック感あるっていうか、で、今回、すごい慣れてる感が出てたのがね、印象的だったんですけど、ねえ、これね、ストールンローズで、バチェロレッテ1では、もうほんとギャン泣き沢くんだったのに伝説作ったね男だったんですけれどもね。で、今回はまあ伝説作れずということで残念なんですけど、まあ終始こうなんかリオちゃんの上からこうなんかこう言葉を言ってるような感じでね、あれはやっぱり萌え子塾の影響でしょうかね。まあでも面白かったからいいですで、トムさんなんですけど、彼はですね、まあ最初なんか叫んだりしてますけど、ちょっと印象薄かったかなと。で、リオちゃんもこれね、ちょっとまあ表情に出てるなっていう感じはしました。で、ん?っていうコメントも多かったし、で、なんかね、ルックスっていうかこう、トータル的にジャイアンっぽく見えたんですよね。で、そこから、あ、ジャイアンっぽいなと思ったら、この5ショットとかですごいドラえもん。
のキャスティング感があったんですけどね、これ私だけですかね。でまあ菅さんだけはドラえもんの役がなかったわけなんですけど、で菅さんね、パンサーの菅さんね、もうこれも紹介時点で、出演者の決定時点ですごい驚いたんですけど、もうこれは完全にネタでしょ、ネタですよねっていう。まあバチェラーに割と去年ぐらいにハマったらしいんですけど、もうネタばっかりやってたじゃないですか。もう伝説場面の伝説の名場面のオンパレードっていうことでね、Qちゃんのパン、マクファーのハンカチ、そして高校カンカンまで。もうすごい、これレギュラーファンはもうすごい大受けなやつだったと思うんですけど、で、しかもこれね、もう私と同じでもう坂東さん大好きなんじゃないっていうね、もうさりぎわわざわざ迂回して握手してましたからね、これマジなやつなんじゃないですかね。はい。で、続いて平賀さんなんですけども、まあ今回ね、優勝した彼なんですけれども、まあ外見だけ見たらちょっとね、バチェロレッテ1の北原くんっぽいかなっていうふうに思ったんですけどね、まあ内面は全然違うんですけれども、でプロフィールが出た時点では私の予想はこの平賀さんと、まあね、サバイカイケメンな感じなんで、平賀さんとノッキーがラスト2人だと思ってたんですけどね、まあノッキーがダメだったっていうことで、で、まあなんかこうイケメンな感じはしたんですけど、この動く喋る平賀さんを見ていると、人の目をすごいじっくり見て話す方だし、すごい低姿勢な感じがこう見受けられたので、外見はイケメンだけどなんかそれでいて影があるというか、まあ、チャラチャラ系のイケメンとはちょっと遠い感じがしてたんですけど、まあエピソードを語られてる中で昔太ってたんだっていうことをね、太ってていじめられたっていうことを言ってたんですけど、まあちょっとそれを聞いて納得ですね。そういう過去があってイケメンになった方のなんか振る舞いというか、そんな感じがしました。でリオちゃんは前のシーズンで高校さんの時ですよね、で自分を変えたいっていう風に言っていて、で、まあ、それに対して平賀さんはそれいいなと思ったけどやりすぎなくてもいいんじゃないっていうね、まあ、これねロレッテ2の時に、小出翔太くんとかが言っててダメだったやつですけどね、まあ、ミキさんだったらダメなわけなんですけど、リオちゃんには響いてたっぽいですよね。頑張らなくていいんじゃないかとかがすごい響いてたっぽい感じだし、で平賀さんの言葉の中ですごいいいなと思ったのは、まあ、ちょっと枕言葉的に、まあ、一度付き合ったらずっと一緒にいたいじゃないですかっていうのはね、すごいねこれポイントアップだったんじゃないかなと思いますし、多分これリオちゃんも響いてたっぽい感じのね表情だったんで、でまあ多分だからいい人なんでしょうね。ですごい伝わったって言って、まあ、最終的にすごい泣き出してたじゃないですか。なので、まあ、彼に関して言うともう、まあ、聞く姿勢がいいっていうのと、人の話の聞き方がすごい入り込む感じだし自然体だし、もうすごい、まあ、そういう意味ではパーフェクトだったかなっていう感じですよね。でインスタ見るとね、なんかすごい影のある感じもありつつ、でも面白い感じでもあるし、でまあすごいいいお体をされてるっていうことでね、まあ魅力的な人ですよね。なのでまあリオちゃんに合うかなっていうのはちょっとわからないですけど、うまくいくといいなと思っています。なのでまあ彼を見て言えることは、とにかくバチェロレッテの必勝法は自分語り2で聞く姿勢8、思いやり8だから聞く姿勢と思いやりが8ぐらいな感じ、2対8ぐらいの感じの方の方が勝利するなっていうふうに思いましたね。だから自分のことばっかり言ってる人って結構落ちがちじゃないですかね。っていうことで次、ネリオさんなんですけど、番組が始まってすぐに好感持てたのがこのネリオさんなんですよね。最初のプロフィール時点ではそんなにどうかなとは思ってたんですけど、ただ2人になった時に割とリオちゃんのパーソナリティを知ろうとか、こういうところが素敵っていうアピールをするんじゃなくて、家族とか友達とかね、僕の家族と仲良くなってほしいとか、僕の相手とすごい僕も相手の家族とすごい仲良くしたいとか、友達とも仲良くしたいとかですね。
まあ、それって結構何ステップも後にこうするような話じゃないかなってすごく思ったので、まあ、リュウちゃんもすごいいいリアクションではあったんですけど、私の友達とも仲良くしてほしいとかってね言ってましたけど、まあ、カクテルパーティーの2回目のところではもうそれで話題が終わってしまっていたので、この時点でちょっとする話ではないのかなっていう気がしたので、まあ、終始リオちゃんの気持ちに寄り添っていた平賀さんに対して、リオちゃんに対する優しさや思いやりや気持ちっていうのは出てなかったっていうのが敗因なのかなと思います。まあ、タイプ的にはすごいね、多分リオちゃんとすごい合うとは思うんですけどね、あのオタクな趣味もあるし、とはいえね、あのインスタ見る限りはすごいアクティブで陽キャな感じがするので、なんか宅急便届いて喜びの舞みたいなしてるやつとかすごいやっぱりね、なんか明るいなんか方のような印象もあったので、まあね、あの本当に僅差だったんじゃないかなと思いますけど、これも、まあ、結果的に見ると私はリオちゃんのやっぱりあの選択は正しいんじゃないかなと思いますね。でもまあリオちゃんラストでね、あのだからやっぱりその僅差で落としてしまったっていうことで、まあ、リオちゃんも涙してたんですけれども、まあ、ハンカチを出す時になんか平川くんの方を見たんですよね。あの気遣いができるっていうところで多分視聴者のハートはわしづかみになったんじゃないかなと思います。もうなんか大逆転的な感じで好感度がすごい上がってるってことで、もう多分オタク女子中心にすごい人気が爆上がりしてるんじゃないかなと思います。多分あのインスタのフォロワーとかもすごいあのこれきっかけで増えてるんじゃないかなと思いますね。で、ネリオさんも、小出翔太枠の名場面再現シリーズを実践するっていうねまあ今回ね再現多かったので、まあ、レギュラーシリーズファンの人は楽しめたと思うんですけど、まあ、アマプラ課金してないでまずこれだけ見た方はね、はっていうのもねもしかしたらあったかもしれないので、アマプラさんのこうセールスプロモーション的な意向としてはまあねどうなのかは分かりませんが、まあ面白かったなというところで、まあ全体的なこう総括的なことで言うと低予算っていうのはすごい分かるんだけれども、まあ時間もちょっと55分じゃなくて、まあ、1時間半とか2時間ぐらいあってもいいんじゃないかなっていうのとですね、まあこの、ロケ地があのコットンハーバークラブ横浜ですよね、でやってたのでせっかくのそこの良さも活かせてなくて、外とかねすごい素敵なんで、あのデートの時とかあの2人に絞られた時点でね2回目のカクテルパーティーとかはね本当は外でやるとかね、なんかそういうのも多分できないぐらい、あの 中の一室しか借りてなかったんだろうなって想定できる感じがあったのが残念だったのと、まあね予算あるからしょうがないですけどね。あとねリオちゃんのね衣装もねもう一着ぐらい、2回目のカクテルパーティーでチェンジしたり、そういうのがあるとこうなんかロレッテ感バチ感が出てよかったんじゃないかなという感じなので、普通のこうちょっと飲み会の延長のあの合コン的なのの延長みたいなものを見せられてる感はすごいあったかなっていう感じですよね。まああのパンサーのカンさんがバチオタっていうことだけは、まあ、よく分かったということで、まあ、まあね55分の限界なんですかね。まあいろいろそういうちょっと文句も言ってしまいましたけれども。まあ、レギュラー次のねレギュラーシーズンまでは間があるだろうから、まあありがとうアマゾンジャパンということで、まあ楽しめました。まあねただちょっと本当に短いっていうことで、あのバチェラーレギュラーシーズンでありがちなこの感情移入であるとかこう終わり方で次どうなんのよみたいなねこう悶々とする感じ1週間待てないみたいなのとか、あとだからアマプラの作為的なあの予告画像を見せられて悶々とするとかですね、そういう楽しみがないっていうところでやっぱりまあミニはミニかなと、まあ、いうことでした。そういう感想ですね。で、ということでおまけ、少し若干消化不良だったんでおまけなんですけれども、まあ、バチェメンナウっていうことで、もうね最近のねリオン君はね加速がついて完全にやばいですよね。もう本当にこれなんでしょう、韓流のなんかアイドルですか、何 TS ですかみたいなで、シュン君はシュン君でもうね
あのクラファン成功させちゃったりしてね、まあ、1日でなんか目標金額達成したりとかしてましたよね。でシュンティーガールズっていうようなものもね生まれたりして、もう独自ワールドが全開中だし、長谷川さんはじめくーちゃんとかもみんなビジネスがうまくいってる風だし、まあいいですよね。ロレッテのうまい使い方を皆さんされたなっていうね。で特にはインスタライブとか YouTube で楽しそうだし、まあね、加藤智也くんも初心者向けのダンスクラス募集してたりしてましたよね。ちょっと私も参加したいなと思って迷ってるうちに締め切りになっちゃったんですけど、で、小出翔太くんは依然として、YouTube の動画を上げていない。解説後かなり経ちますけどね、まあ、お店の方もなんか新店舗を開けて順調な模様ですね。でインスタのフォロワー数ランキング、ロレッテ2のですねはこんな感じです。やっぱりリオンくん 15.4 万人ということで、すごいですよねやっぱりね。で引き続き、マクミキはあの幸せそうだし、でミキさんのディネッテの上場までは、しっかりと見守りたいと思っています。で、バチェラーシーズン始まるまでは、こんな感じで引き続き不定期にバチェラーバチェロレッテのメンズや女子をネタにしていきたいと思いますので、気に入ってくださった方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。